今わからんから。分からんでないじゃん。今わからんに日本人おらんだろ。星光さん、ほんと解説やって。これ大変だから、ほんとに。ほんとだよ、解説結構喋ることなくて困るもんね。解説ないと成り立たんよ、このアニメ。ちょっと喋らないと思ってて、二人。ちょっとほんとに解説…普通にでも見たいな、見るとかで。トシミツお願いだって、眠いなりに解説してよ。お前寝ちゃいけないんだから普通に。そう、寝れないからね、ルール的に。あー、バカみてえ。でも今俺とザワ君で負けた方と戦うんだから研究する価値はあるよ。変わらんわ。基本的にトシミツはこういうルールで負けた時本当に切れますから。いや、俺はここでまあ寝ながら解説をお願いします。した。これ結構動画が持つかどうか解説にかかってるからね、本当に。早くして。ひっ、ひっ、あ、来た。次よ、多分。待って、解説と実況が不機嫌すぎる。なんだか。じゃあ今からちょっと俺らも喋らない感じでいきましょう。東。おい。いくらサブチャンネルのね、P を。では先手東。なんだ、先手は白です。黒。あ、今ひっくり返りました。白になりました。解説始まってるんですね。はい。解説していきましょう。あっと、ここはヒグマ落とし。ひっくり返しました。さあ、いや、最初のやっぱりリバースっていうのは、ここ白に変える、最初のこの真ん中の2人とも早いっすね。2人とも早い。最初の角が多分重要だと僕は思ってるんですね。これもきっと白になる。最初の角からやっぱりはみ出ていく、こいつの好きと黒になりますね。定石には捉えられないスタイルですね。多分白にひっくり返した。次ほら白になった。ほら、あ、白になった。で、次黒になりますよ、きっと。ほらほら、やっぱりほら、ひっくり返す手がうまいですね。ちょっと多めに黒になった。多分次ね、もうちょっと多めにね、白になると思うんだよね。ほらほらほら、おお、すごい。2個なったでしょ。2個なった。2個ひっくり返ったね。そうそう。そしたらちょっと、あ、でもほら、黒く入った。で、真ん中関係ないみたいだから。うん、言わせて肩取ってればいいらしいよ。そうなんだ。でもテンポいいね。うん、面白いね。ええね。こうやって飲んだらいいけどね。で、これ白置くんでしょ。置いた。で、そこひっくり返って、俺分かってたよ。うん、落としてる。一生落とした今。落としたね、今。どうなの今、これ。あんま落とさんよね。騎士として、どうなのか。落とさない。よくない騎士だよね。やめてよ。ひっくり返るよ。ほら。ほら。あ、寝てから。ひっくり返るよ。はい、ひっくり返ったよ、ほら。やった、嬉しい。これ多分嬉しいよ。今なんか。ツバメ出したんだね。おーっと、希望でした。もう一回ひっくり返るんじゃないかな。結構白から黒に。さすがにないでしょ。もうひっくり返る、さすがにないよね。もうひっくり返らないと思う。あ、うっ、なるほどね。ここ横一線になったね。お、またひっくり返った。やっぱりすげえ。端からね。ハンマーブロス。でも低くならないかな、これ多分。でもこれで多分黒置かない、低くなんかやんないと。なんか白黒つけるって取られちゃうんだよね、これ。これ白黒つけるっていうらしいね。これやられちゃうね、これ。これ今勝負してるよ。これやられちゃうよ。これやられちゃうよ。これ白、これ今誰の段？俺のワイズさん。で、多分ね、なんか俺あそこ置かないんだと思うんだよね、あえてね。次ひっくり返るね。普通なんか多分何も知らない人だったらもう手前のあの角に置いちゃうんだけど、うん、なんか知ってる風な人は動かせるとかなんかわけわかんないこと言って、違うとこに置くんだよね。タイマー押してないよね、タイマー、ね、タイマー押してないね。手も押したし、どうやってひっくり返るんだろう。そこ置くんだね。ひっくり返っ。なるほどね。そっかそっか、黒はそこを置けないのか、ひっくり返らないから。うん。それを利用して次ね。ダッチョしちゃう。
から調子こいてひっくり返すと向こうはひっくり返す幅が広がっちゃうってことだね、これ。うん、難しいんだね。これは終わった時点で多い方が勝ちなんだよ。多分ね、なんか色白と黒しかないからさ。そうだね。だから緑とか関係ない。なんかそれ緑は多分なんかお互いポイント入るみたいな感じで。なるほどなるほど。見た感じなんか多い方勝ち、なんかやっぱひっくり返ったりしてるから。うん、面白いけどね。これほら面白い、やっぱ白なんだよ。ね、後ろすごい。で両方シェアできるんだよね。あ、押せや。タイマー押せ。し。分かってない。態度悪いねこの人。態度悪いな。改札してやってんのにな。本当だよねやっぱり。落とし穴に落ちればいいね、そしたら地獄が落ちるんかね。唇がね、ってバットで黒が多いんだけど、多分これその最後でパチッと押すだけでめちゃめちゃひっくり返ると思う。あ、そういうボタンがある。そう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 、めちゃめちゃひっくり返るボタンがあるから。やべえな、もうやばいなって、怒りましたね。彼女うまくいってないのかな。やばいねって言ったことは感じてきたもんね、特に。結構勝てないんじゃないかな、彼。わかんないね。なんか、ちょっとね、多分ね、本当に途中まで多いやつが最後負けるんだよね。うん。それか、本当に最初から多いか。らしい技は出してるんだけどね。そう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 。あ、白降りたね。うん、降りたね。うん。そろそろこれ来るんじゃないかな。顔だよ。ね。顔ですね。髪の毛の色すごいね。すごいですね。ね、オセロが映えるね。黒を白って言ってんの。あ、やったよ。これね、多分2段地だと思われますね。これどうするんだろうな。これ、なんかリベルタスっぽいですね、ここ。あ。これはリーダーし、同じリーダーし、これリーバースとリベルタス。面白くてね、面白くてね。それはで、あ、ちょっと白が吹いてきたんじゃないですか、柴田氏。いやいや、黒負けてないし、白が始めたし、せや、マジで測ってんだよこれね、今ね、だんだんね、そのカメラから向かって奥の方にね、白が侵食してきてるのがわかるかな。だんだん多いんだよ ね、 でもね、こっちの端っこの方にね、やっぱ白、でもどっちが有利だと思う今。多分だけど、これはね、五分だね。五分か、うん、でも俺が見たところ、数は黒の方が多いんだけど、白の方がやっぱり端っこで、まあでも分かんないんだけどね、ひっくり返っちゃえばいいと思う、全部。よく分かるね、そういうこと。うん、どこに置けばいいか全く分かんないんだよね。お、攻めたね、今攻めた感じしてる。すごいね。入社する？入社？また入社なんだよね。また入社なんだ。
ちょっとやべえ子じゃないの。この動画大丈夫かな。見たけど、ここだよね。あ、黒いよ。黒いね。俺黒してくるよ。あ、黒してくる。あれ黒は強いのかな。黒思わせ、なんか真ん中に黒があるからちょっと怖いんだよね。わかんねえや。寝て。白だったよ。あ、白だった。うん、だからね、黒だと思ったら違う。オセロの本質かな。しょうないのか、負けたとこだけやるのか。あ、そうですね。うん。藤光さん、解説全然置かないから。そうね、師匠ね。例えばちゃんと、普通に私もこの動画ちょっと撮りましたけど。NHK の以降の動画で喋ってるのは見たことないから。確かにそうですよね。先手やってる側としては静かにしてほしいなって思ってたから。そうですよね、あんま集中できないですもんね。そうそうそう、625ですね、今のね。なるほど。ああ、なるほどね。これね、これ大きいよ。これ歯が増えましたね、今。歯が増えた。あ、業界用語ですね。ああ、後ろ歯って言ったまに。あ、黒は何ですか、じゃあ。黒はほくろ。夜ですね。深夜ですね。そうですね。深夜3時。深夜ですよ。寝たいところで。二人ともちょっと角を取り合ってますね。そうですね、様子伺ってるから全然進まないですね。早く打てって感じなんですけど。歯とほくろってすごいですよね。ちょっとそう、ね、ハトフでこの人たち戦ってますからね。ホクロの擬人化みたいな。彼ですか。ホクロ重心化みたいな。ホクロが重心化した姿。マスクとホクロですね。マスクと。あ、おっと、歯が。角がね、やっぱりね、今だんだん変わってきてるの分かるかな。ちょっとね、乳歯から永久歯に生え変わりつつありますね。まあ、親知らずは怖いよね。親知らずね、ぶっこ抜いてやりたいところですね、やっぱほくろの化身としては。そうだね。一番奥い、これ本当に難しいと思うな。もう今どこ置いてもね、ある程度取られちゃうこと確保しないか置けないんじゃないかな。全然考えずにもらったんだけど、今は。なんでこんな迷ってたのか、俺で全く分かんないんだけど。そうですね。やっぱ、歯側としてはやっぱ奥歯をやっぱり重心的に、この辺りですね、狙いたいんじゃないかな。あ、あ、ほくろがレーザー除去されて白になってる感じがしますね、この方によっては。治療されてる方多いんじゃないかな。でも歯がものすごく多いのと、ほくろがものすごく多いの。ほくろが攻めちが嫌です。歯がものすごい多い。え、で、難しいな、それ。難しいですよね。歯見えないからね、どうしてれば。永遠の課題なんですよね、オセロの。もう神髄的点か。笑ったら歯50本ぐらいあったらびっくりするけどね。そう、気持ち悪いですよね。そう、気持ち悪い。気持ち悪い。めっちゃ噛むよ、こいつ。めっちゃ噛めるやん。ちっちゃい歯がいっぱいある。子供の頃、歯23本一気に入れ替わったよ、みたいなね。うん、かといってほくらが多いとね、あれですよね、まあ、小学校の見た目的にちょっといじめられがちですからね、多分。小学校でなんか数えられがちというか、なんかほくろ、ほくろだね、やーべえ。ただメラニン色素ですからね、そんな言うてやらなくてもいいんじゃないかなとは思います。手伝いも今
カメラにこうやって決め顔したんですけど、全然面白くなかったですけど。全然気持ち悪かったですね。おっと、あ、これでもね、このせめぎ合いがやっぱり激化してきている。結構これ、黒が面白いんじゃないですか、今これ。早く終わってほしいですね。はい、奥歯か宇宙か。寝て これ尺がやばいな、この動画。吉見さん、メタルギアやっててもいいですよ。俺やろうって言ってねえもん、リバーシー。でも負けてきてもメタルギアになって言ってんの、確かに。そうですよ、吉見さんが言ったんですよ。うるせえよ、ぶっ壊しちゃうよ、そんなのも。よろすけに会いたい。よろすけ眠い、マジで、ごめん。よろすけにょにょ。あれ、ん、あ、略してもニョニョですかね。ニョ1回しか出てこないですけどね。ニョはですか。ニョは1回しかないよ、ヨロスケの中で。まあリピートして可愛さを演出するっていう手法はやっぱりオセロにもありますから。うーん、何をしたいのかね、全く分かりませんね。いや、俺本当に分かんないから解説のしようがないのが本音ですね、これ。ペッチャーが起きるとか決まってるじゃん、もう。マジでそれが分かんないんだよね。どれが一番被害が少ないか考えてるの、ペッチャーが。全然リバーしないで。ペッチャー君、色はどっちですか。白。そこ。なるほど。なんかリバーしなくてもいい。やっぱり生きていけるから。リバーしなくてもいいよね、今だって。うん、寝ればいいと思う、ね。今リバーし取ったところだよね。寝ればいいと思うんだよね。寝ればいいと思う。もしなくて。なんか、てめえがリバーシやろうって言って言い出した頃がそれじゃの始まりなんだよね。よく考えたら。今普通にやろうよって俺聞いてたよ。とこめている？ん？お主、とこめているのか？とこめている。なるほど。とこめいて作るってある。仕方なし。おっと、ここで、羽顔がほくろに、差し出しましたね。どんなことが見え、どう見えてんだかな、今、ここが。俺もね、そっちから見てみると分かんないんだ。ふぅー、なんかあんなって感じ。あ、ひっくり返ったって感じ。ほら、やっぱ EDM 聞きたくなってきたでしょ。今まさにそう思ったところ。そうですよ、聞きます。 EDM オセロ、 EDM をここでやっぱ流してあげることによってテンポが良くなる。盛り上げてあげましょう。 EDM ないんだよね、でも。 EDM ないか。じゃあ家寝ればいいと思う。寝よう。なんで先輩に言ったからマジで。どういう状況だこれ。あの角をね、なるほど、お互い保管しよう。どうだろうな、でもどっちが有利なんだろう。なんでこの二人こんな真剣に戦ってんだ。立ち見つと戦った方に決まってますよ。そうなんだよね。ほんとだ、めっちゃ思ったそれ。あ、ほんとだ、安心した。ただこのクソ動画に早く映りたくないだけなんだ、俺は。早く履けたい。俺もそうだ、もう寝てもいいんですよ。だからいないものと思ってほしい。寝よう、本当に。俺をさ、もう、んとしみつくんは解説多いメタギアがあるから。でも本当に寝るからね、俺マジで、これ終わったら。チーク、え、あ、面白い。僕を勝ち抜けたんですよ。あ、そっか、お前勝ち抜けてんの。そっかそっか、何も悪くない。寝れるのか、もういいの。俺はちょっとご好意でついてきただけですよ、そこに。それ言われて何もいいの。どうでしょう、うおなるほど、なるほど。もう数え始めちゃってもいいのかな、これは。もはやマーキングをしてるというかね。
一手にすったらボケるこれ。で、こうやったらこういかれて、ここに、こうなって今黒の方がやっぱ数的には有利ですかね。どうなんだろう。え、逃げ切れるかな。逃げ切ってみようかな。考えるのやめて。あれ、忘れました。ほんとこうなったら多分こうなるからこうなってこっちな気がするな。こっちだ。あー、どうしようかな。ツアースは均衡してらっしゃる。トシンさん、どうですか今の状況。全然わからん。一つやることはひっくり返るんだろうな。確かだよね。ひっくり返るっていうのは確か。確か。分かんないものは分かんないからね。野球やってるやつがサッカー見て解説しようってやつもできないからね。でもオセロはさすがに分かるんじゃないですか。オセロって子供の家やった以来だからね、今、ほんとに。あの子供の家か。そうそう、ちっちゃいやつ。いや、割と普通の。そうだったっけ。よいしょ。これ本当頼むから編集してほしいですね。しません。どっちかなこれ。としみつさん、どういうことでしょう。でも携帯がどっか行く。解説者携帯いらないよ。携帯ここに踏んづけてますよ、あなた。あ、あった。ふざけないで。EDM 流しますか。初心者の携帯に。携帯 EDM 入ってないよ。うん。返して。いて。黒がまさに占領し始めた。あれ置けるこれ。保険？もしや保険。うーわ、どっかで先般した気がするな。なるほど。くっそ、うわー、先般した。くっそー、勝者西。何やつってんだ。あー、普通に悔しいこれ。普通に悔しい。トシ君、では敗者決定戦でお会いしましょう。トシ君、さよなら。